こんにちは。私は私たちのテーマの健康の中で趣味から得られる健康について調べています。まだこの健康シリーズの前の動画を見ていない方は、今右上に出ているをタップするか、概要欄にすべての動画を載せているので、そこから飛んでみてください。突然ですが、健康の定義を知っていますか？病気にかかっていないこと？いいえ、違います。WHO によって定められている健康の定義は、病気でないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも全てが満たされた状態にあることです。私は健康の中でも特に娯楽に視点を当てて分析を行いました。そこで娯楽によって得られる健康の効果について知るために、ストレスと健康の因果関係について調べたので説明します。まず、ストレスを抱えてしまうと起こってしまう病気です。ストレスを抱えてしまうと、うつなどの精神障害の他に身体的病気も起こってしまいます。頭痛や脳卒中などの頭に関係するものだけではなく、気管支喘息、高血圧、心臓病、胃、十二指腸潰瘍、肥満症、過敏性腸症候群になってしまうこともあります。精神障害は、先ほども言ったように、うつや軽病などの神経病の他に、自律神経失調症などが起こってしまいます。ストレスは、過剰に抱えてしまうと、このような病気になってしまうこともありますが、ストレスを受けやすい人と、受けにくい人というのが存在します。ストレスに対する強度は、遺伝的なものであったり、過去の経験から影響しています。遺伝の影響では、ストレスを感じた時に分泌されるドーパミンとノルアドレナリンを分解する酵素の力が弱いため、ストレスに弱くなってしまいます。今までの内容を聞いていて、ストレスからなる病気や原因には様々な種類があるんだなということが分かったと思います。ストレスはこんなにも健康に影響を与えています。厚生労働省の平成22年度の悩みやストレスの無別構成割合を参考にすると、全体の 46.5% の人がストレスを抱えていることがわかります。これらの情報を見て、私はストレスを軽減させることは、健康的な生活を送るために必要であると思いました。これから私が調査した内容を2人のキャラクターが表現してくれます。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はぁ、A ちゃんどうしたの？元気ないね。なんだか最近疲れてて、幸せホルモンが足りてないんじゃない？幸せホルモン？幸せホルモンはね、主に喜んだり楽しんだりやる気を出したりするときに必要なホルモンのことで、代表的なものはドーパミン、オキシトシン、セロトニンの3つだよ。へぇ、これらの幸せホルモンが分泌されることによって私たちは気分よく生活を送ることができるってことだね。そういうことだね。 A ちゃんには幸せホルモンについて知ってもらって元気になってほしいと思うよ。だからこれから詳しく説明していくね。ありがとう。まずドーパミンから説明していくね。ドーパミンは脳の神経の興奮の伝達にや運動の制御に必要な働きをしていて、体内で不足しちゃうと運動障害が起こったりするの。またドーパミンは必要な情報を一時的に記憶、処理する能力、ワーキングメモリーにも影響を与えると言われているよ。つまりドーパミンの分泌量を上げることで生活の効率が上がるってことだね。そうそう。じゃあ次はオキシトシンについて説明していくね。
オキシトシンは幸福感がアップしたり、不安や恐怖心を和らげる役割があるよ。これによってストレス軽減などの期待ができるよ。プレゼンテーションとかの大事な場面に出てほしいホルモンだね。そうだね。じゃあ最後にセロトニンについて説明していくね。セロトニンは接覚には神経伝達物質っていう、他の神経細胞に興奮や抑制を伝える物質なんだけど、セロトニンが分泌されると気分の高低差が少なくなって、気分が落ちることが少なくなるんだよ。このセロトニンは少なくなるとうつ病になる恐れもあるから、とっても重要なんだよ。セロトニンって保健の授業で習ったよ。それでこれらの物質を出すにはどうしたらいいの？これが本題だね。えっちゃんにはそれぞれに合った楽しみを紹介するよ。じゃあまずドーパミンから。ドーパミンは達成しやすい小さな目標を立てたり、好きな音楽を聴いたりした時に分泌されるよ。小さな目標は、例えばこの課題が終わったら好きなことをしよう、などでもいいと思うよ。また音楽を聴くとランナーズハイのような状態になるとも言われているよ。だからストーリーゲームや音ゲー、音楽を聴きながらランニングとか、いいリフレッシュになるんじゃないかな。ゲームは好きだから続けられそう。でも依存には注意してね。次はオキシトシン。オキシトシンを増やすにはスキンシップを行うといいんだよ。親しい人と会話をしたり、遊んだりなど、誰かと一緒に作業などを行う機会があれば、オキシトシンは増やすことができるよ。また誰かに対して優しくすることでも分泌されるよ。二人以上で協力して行うもの、例えば音楽活動などの広いもの、またこれもスポーツが適しているよね。小さいものなら勉強会みたいなものでもいいと思うよ。家族と一緒にスポーツをしてみようかな。じゃあ最後にセロトニンね。セロトニンはトリプトファンっていうアミノ酸の一種から作られるから、まずはトリプトファンが体内にないといけないんだけど、トリプトファンは食事でないと取ることができないの。トリプトファンは豆や乳製品などに多く入っているんだけど、これを摂取するだけじゃなくて、ビタミン B6 が入っている赤身の魚やささみなどの脂が少ないお肉や、バナナやパプリカ、さつまいも、玄米などに含まれているよ。つまり、これらの食品を食べれば元気になるってこと？いや、セロトニンはこれではまだダメなんだよ。セロトニンを分泌するセロトニン神経は、日光を浴びることや軽い運動を行うことで分泌されるの。だから晴れている日に散歩やハイキングなどを行うといいと思うよ。リーちゃんありがとう。今度から実践してみるよ。